丸亀ブルーナイター札幌ビールカップ2017オール A1 実力者が揃って大一番を迎えます。第12レース優勝戦、1号艇沖津愛、2号艇星英二、3号艇新田康明、4号艇山本孝之、5号艇谷村和也、6号艇石田誠吾、以上6選手の対戦です。本番レースも枠番通りのスタイルに落ち着きそう。絶好枠沖津愛がゆっくりとインコースに構えていきます。オール3連単シリーズリーダー、とにかくスタート先制、1マーク先行、これが V への大きなポイントとなります。2コースには2号艇星英二です。一本持ちながら行き足から伸びのパンチ力、脅威の存在であります。そして3号艇新田康明センター、3コースに収まります。近況の丸亀は常に絶好調、待望の丸亀制覇なるでありましょうか。その3号艇に行った、本番レース3角に持ち込んでいった、勝負に出た新田。そして4号艇山本孝之は4コースです。VA は1マーク突き抜けあるのみならばスタート一撃か。5コース5号艇谷村和也、自力でも、そして道中の追い上げも OK であります。そしてお外6コースには6号艇石田誠吾、今季絶好調男、大外枠でも怖い存在です。本番レースは2対4となった第12レース優勝戦、1番2番ダッシュ3番4番5番6番です。スタートしました、角の3コース好スタート、3号艇に行った、勢いに乗って出るか。しかし2コースから2号艇星英二、1号艇沖津も先手を取る、切り込む2号艇星、バックストレッチ入った。紅白両者の攻防もわずかに、1号艇沖津愛が単独先頭、へさきかかるか。2号艇星英二が内から急接近、外展開見せるのは3号艇新田康明。12レース優勝戦スタート正常、捉えた並んだ2号艇星が2マーク先手を取る、一旦引いた1号艇沖津愛が鋭く右は切り込んでくるが、抜け出したのは先手を取った2号艇星英二、単独先頭2点進リード。1号艇沖津も追い上げますが2番手、3号艇新田康明3番手、上位の体系は2番1番3番の体制となっています。2号艇星英二が先頭、2周1マークトップでクリア、1号艇沖津愛が2番手、3番手争い3号艇新田康明の懐を潜り込んでくる6号艇石田誠吾も上位体系2番1番3番、しかし回り足がいい1号艇沖津愛がまたじわりと差を詰めてきた。2号艇星英二に2点審査と詰め寄ってくるが、2周2マークへと移ります。先頭争いどうか。2号艇星英二慎重に回っていく。そしてターン回り強烈、1号艇沖津ですが、ここは差し場を与えない。2号艇星英二が再びリードを広げた。1号艇沖津愛が2番手、3号艇新田を捉えるのは6号艇石田誠吾、3番手今度は6号艇3号艇両者が並んだ最終周回に入っています。激しいつばじり合い、先頭に立ったのは2号艇星英二、1号艇沖津も懸命に追い上げますが2番手か。6号艇石田誠吾は3番手の外に先手を取る、差し返す3号艇は遅れを取って完全に逆転、3番手は6号艇石田誠吾が浮上、上位の体系は2番1番そして6番の体制となりました。紅白両者の激しい攻防となりました。結局競り勝った2号艇の星英二、ラストコーナーからホームストレッチ、今年初、丸亀初、通算では6回目の優勝を目前、上位の体系2番1番6番第12レース優勝戦、まもなくゴールです。先頭2番星優勝の5塁、2着1番沖津5塁、3着6番石田5塁、3番5番5塁、ラストで4番山本5塁です。